そう、うん、私が一番厄介だからそれは。なんか分かるけど、みんなの方がすごい心配、大丈夫ですかみたいな、嫌なら嫌って言ってくれていいんですよ。ちょっと待って、みんな言ってる被害者大丈夫、愛ちゃん無理してない、あみん私に合わせて無理やりあのセクハラされて、あの嫌がってるのに本当は嫌なのに言えないみたいな、こいつがなんか調子こいてるからとかじゃない、大丈夫大丈夫、私嫌じゃない、大丈夫、愛ちゃん嫌じゃない、大好き大好きいただきました、フレームアウトした、大好きいただきましたので、皆さんここはセーフですあえ、そう、私ちょっと前になんかその収録があったんですけど、とあるテレビで、テレビ、そう、なんか、はい、その時にその一緒になった演者のお姉さんから、年上の方だったんですけど、すごい、え、絶対にあのなんかチューできるゲームを教えてあげるって言われて、どういうこと、どういうこと、うちょっとすいません、教えてください、教えてください、皆さんちゃんと見ててください、チューできるゲーム、ちょっと待って、いきますよ、いきますよ、ちょ教えてもらっていいですか、うん、まず、あ、じゃあ、あの今からゲームするんですけど、はい、いや、自分の顔のこっからここまで縦の長さと縦の長さ、はい、横の長さと横の長さ、はい、どっちの方が長いと思いますか、縦かな、やっぱり、いや今それ長さで測りますね、測ってくれる、そうそうそう、はいはいはい、測って、どっちが長いか測って、はい、調べます、調べられちゃうんですか、思うじゃん、うん、だからどっちが長いかみんな分かんない、いざ測ってみないと分かんないから、人間の顔ってこっちの方が長いんじゃないですかって思うでしょ、なんか丸顔とかあるから、まず横が、横から測っていきますね、はい、ゲウェンディっていうみんな見た、すごい、今までで一番コメントが早い広告挟みます、ここ、これを教わってその場で私もキャーって悲鳴上げて、あいちゃんすごいっつって、あいちゃん天才だよ君は、これ使っていきましょう、みんなみんな、これで 100% チューできます、あーオーマイ、通報しま、通報するな。おっぱいで呼吸してる。俺がしたら捕まる。俺がしたら捕まる。それはありがとうございます。ちょっともうみんな財布の股が緩んじゃってる。みんな。キャーっつって乾杯乾杯、アイちゃんに乾杯、イエーイ、バイバイ。